どうも、エルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、なんかね、さっきこの辺りでカサコソしてるのが見えてたんだけど、気のせいかな。お、やっぱ近くに何かいるらしいね。まあいっか、この辺りはまた別で探すとして、いたー、ありがとうございます。さすがにこんな看板の裏とは思いませんよね。まあ確かにそれは分からんね。じゃあロープウェイのところ行きましょう。お、どこだろうね。さあ、赤テープ取れてだいぶ変わったかなと思ったりもしてるんだけど、あー、そうだ、その前にロープウェイ乗る前にちょっと行きたいところがあるのよ。ちょっと一旦戻りまーす。さあ、戻ってきました。ここ解放されたなーと思ってて、ほい、何なんだろうねーと思ってさ、ちょっとここいた、ありがとうございます。ということで、ちょっとここの中に入ってみたいなと思います。まあ、先にお宝とか集めつつね。さあ、センサー研究所。センサー研究所、ここのことだったんだね。お？ですよね。ふふふ、マリオさんが来ることはもうとっくに感知していましたよ。私はこのセンサー研究所で日々研究をしています。センサーとは見えないものを感知する最先端の技術です。まさに時代はセンサー。第1弾として見えないキノピオを感知するキノピオレーダーを開発しました。これがあればかくれんぼ中のキノピオだけ簡単に見つけちゃいます。ほう、はい、試してみます。マリオさん、聞こえますか？聞こえまーす。早速、キノピオレーダーの使い方を説明しますね。頭同様、くるくると回っている機械がわかります。これが、キノピオレーダーです。あ、しかも電池がある。光るんだ。はぁ、あ、はぁはぁ。ほう。おい、これだね。さあ、オッケー。さあ、次は、まあこれだよね、どう見てもね。いたね。まあ、見えてるもんね。やべ、本気出してきた。本気出してきたね。はい、あとは、ここ。さあ、3匹ゲッチュー。さあ、全ステージクリア。どうです、マリオさん。まさに時代はセンサーでしょ。このキノピオレーダーでたくさんのキノピオたちを見つけてあげてください。
反応するね。ただこれ、ここに来ないといけないんだ。あ、ごめんごめん、散らかしてしまった違う。あー、取られるわけね、お金をね。ちなみにこれはどこに飛んでいくんだろう。お、ここか。じゃあこれでまた上に上がりますかね。センサーね。さあステージ1に戻りましょう。さあ戻ってきました。紙をばらまいて、まだ足りん。よし、チリチリーンと音がしたってことは、あ、中なんかいるね。赤いテープは消えました。もみじ山行きロープウェイ運転再開でーす。そうですわ、青テープ目指して今度はもみじ山ですわ。今はちょうど発車をお待ちのお客様もいらっしゃいますよ。もみじ山行きロープウェイどうされますか。いいえ、ちょっと待ってね。はーい、なんか反応したからいるかなーと思ったけど、そんなことなかったね。はい、乗りまーす。発車またすか。今ではもみじ山に向けていらっしゃいます。いってらっしゃいませー。あの形はあの爆弾くんだよね。あの足のフォルムといいね。わあ、すごい。高い、広い、おっきい。マリオさん、すごいです。あれ、全部お山ですわ。お山だらけですわ。私、こんなの初めて見ました。大自然の脅威ですわ。へえ、お嬢さん、旅は初めてですか。なんか、いけすかない感じやね。あ、お休みの中のところを起こしちゃってごめんなさいと。そうなんです。こちらのマリオさんと一緒に紙テープの旅をしてます。あなたは？俺？ああ、俺、ボム兵。でも実は俺、自分の名前しか覚えてないんだ。記憶喪失ってやつっす。自分の名前しか覚えてないんだね。俺は一体どこから来たのか、何をすべきなのか、それを思い出すために一人で旅をしてるんですよ。いいえ、思い出がないなんてかわいそう。ねえ、ボム兵さん、私、いいこと思いついた。私たちと一緒に旅をしましょう。それでこれから私たちと思い出をたくさん作ったらいいですわ。ね、マリオさん、いいでしょう。そうしましょう。一緒に？いやいや、そんな気持ちは嬉しいけど、一緒に旅なんて悪いっすよ。俺、得意技とかなんもないし、足手まといになっちゃったら申し訳ないしさ。でもまあ。あ、そうですか。そうですよね。嘘でしょ。やっぱり一人が気楽ですよね。わかりました。お邪魔してすみません。それでは良い旅を。うわぁ。綺麗。いやいや、違う、違うやろ。そこはさぁ、みたいなさ。楽しい。お嬢さん、旅の誘いはもう終わりっすか。いやぁ、まあそうなるよね。一応、あれからね、いろいろ考えたんですけど、やっぱりさ、旅には人との出会いもつきものっていうか、ね。あ、そちらのヒゲの兄貴はマリオさんでしたっけ？兄貴さえ良ければ、まあ、俺としては一緒に行くのもなしってわけではないけど。ご一緒してもいいっすか？そうだね。断るよ。そうっすね。記憶喪失と一緒なんていろいろめんどくさいっすよね。すっげえ冷めた目で見る。ああ、眠。もみじ山に着くまで一人で眠りするか。超見てる。ちょっといいっすか。そちらのお嬢さんがせっかく一緒に行こうって誘ってくれたわけだし、その誘いを断るなんて、それはそれでやぶかなって
ね、って一緒に行くのも確かいいかもしれないですね。うん、そうしようかな。そうだね、そうね、一人でも心強い方がいいんだけどさ。いいえ。あ、兄貴は何か事情があるんですかね。似て分かりました。そしたらここはとりあえずまたちょっと改めて。ああ、記憶がないって本当に辛いな。これから楽しい思い出がたくさん作れるようないいお出会いがあってないかな。あ、もしかしてこれが運命の出会いじゃないですかね。よろしくです。いいえ。ごほごほ、あ、ちょっと今、記憶聞こえなかったっす。すっげえチラ見してくるな。早く着かないかな。一緒に行きたいっす。よろしくお願いします。いいえ。マリオさん、このままじゃいつまで経っても無理邪魔につきませんわ。ですよね。一緒に行きたいです。お願いします。もう一回行くと？あ、じゃあ。あ、はい。仕方ないな。じゃあ、どうぞ。わーい、やったー。あ、真っ赤なお山。あれがきっと無理邪魔ですわ。すっごい、すっごいね、無言の間がすごかったね。あ、ほんとっすね。あれがきっと無理邪魔っすね。さあ、もう着くじゃないですか。ほら、兄貴も早く降りますよ。改めまして、俺、ボム兵っす。ボム兵強そうだよね。旅は水連れ、頑張ってついていきますんで、よろしくっす。わーい、私、オリビアです。よろしくですわ。いやー、いじめた甲斐があるね。さあ、もみじ山。うわぁ、めっちゃ綺麗だね。この紅葉っていいよね。めちゃくちゃおられてるやつがいるけど。わーい、着きました。もみじ山。葉っぱの色が真っ赤かでとても綺麗。ね、ボム工さん、早速いい思い出ができましたわね。やめて、根津工みたいな感じだから。ボム工じゃなくてボム兵士。さあ、ちゃちゃっと青のテープ追っかけましょうぜ。さあ、情報。仲間、オリビア、マリオ、ボムヘイト。地図。まあ、アイテムはそうだね、そんなに。ちなみに、あ、話しかけることはできないと。もみじ山、もみじ山、ご乗車ありがとうございます。あ、マリオさん、ロープウェイご利用の際には私までどうぞ。はいはーい。いやー、音楽のテイストガラって変わったねー。あ、うぎ、お前か。お、なんかすごい、なんか違うね。ピチけていただきピチがとうございます。ピチ、あ、マリオさんでしたか。ありがとうございます。私こうして山におりましたが、実は海を愛する船乗りのキノピオです。へえ。キノピオタウンの港で船出の時を待っております。ぜひお立ち寄りください。船出とかあるんだ。海で優雅にクルージングとか憧れますわ。キノピオタウンに行ったら港へ挨拶に寄ってみてもいいかも。ミニゲームかなんか様子的なものがあるのかな。さっさばらまきながら、ちょっとね、景色も楽しみながら行きますか。お？あ、後ろ行けたんだ。お？もみじだったね、今ね。助かりました。もみじ、折れるんだね。あ、たまたま。ありがとうございます。いえいえい。会話する気がなくなってきたかな？上の方かな？なんかそんな感じだね。さあ、戦闘もちょっと楽しみだね。何もないの？逆に怪しいな。
おお、すごい。紙テープってこれっすよね。そうそう、青いのね。左の方に向かってるな。お先に行ってるっす。お先に行ってるっす。あ、ボム兵さん、転ばないように気をつけて。惜しい。ボム兵。ボム兵じゃなくて、ボム兵っす。楽しそうだね、あの子もね。ふふ、ボム兵さんたら、とっても張り切ってますわ。よっぽど一人が寂しかったのかな。あんなに張り切ってるボム兵さんを置いてっちゃうの？え、上行けないの？仕方ないな。どうせトラブルに見舞われるんでしょ、ボム兵さん。兄貴、これこれ見てくださいよ。行き止まり。これじゃあ紙テープを追えないですわ、この行き止まりめ。さすが兄貴に、兄貴の、さすがに兄貴のジャンプでもここを超えるのは無理っぽいっすよね。まあ、これ以上進めないんじゃしょうがないっすね。山の方を調べてみますか。いや、君爆発したらいいんじゃね？さあ、ちょっと上の方に行って、あー、無理。お、新しい旅の出会い。おい、俺たち一緒に楽しい思い出作ろうっす。危ない。待って、ボム兵さん。折り紙兵は仲間じゃないですわ。あ、そうなんですか？確かによく見たらトゲトゲとか強そうっすね。了解っす。もう折り紙の奴らには近寄らない。気をつけます。意外とすんな。あ、ははは、しょっぱなしくるというね。え、めっちゃ似てるじゃん。そうか。敵を並べろ。まあでも、こう。だよね。こう？こうだね。ゴム兵さん、手伝う気一切ねえな。さあ、やっちゃいやっちゃいってことで、倒せるかな。さあ、一発。ちょっとあの記憶喪失のボム兵はどっかで目覚ましてくれるかな。おお、さあ怒り状態2回かな。あー、やっぱ2階だよね。いや、しくったね。まあいいか。とりあえず。先に倒そう。さあ13。揃えボーナスが入らないからね。お、体当たり。ランダムなんだ。さあガード成功。まあチャンス到来。あ、違う、ミスったー。いやー、こういうゲームして思うけど、ほんと、あ、不発。意外と、そういう感じね、味方って。
あー違うね、俺なんでジャンプしたんだろうね。ヒューヒュー、いやーマジで普通にボンミス。いやーダメだね、タイミングが合いませんな。ボロッボロやね。さて、ん、ちょっと魔法陣はあなたたちが使うものじゃないですよ。ほう、そういうこともできるわけだね。じゃ返してもらって、魔法陣は何か使えるのかな。さあやっつけたが、ラストウェーブ、あ、これで使えるって感じかな。さあ神の力、魔法陣発動。お、土神様が出てくると、さあ盛り上がってますね。ちゃんと上に乗ってる、やば。いや土神様強すぎじゃね。さあキノコゲッチュ。さあ、あら、ぷくぷくが。ってことは、ここ水いっぱいあったんだね。あら、お魚さん、こんにちは。山のお魚さんって地面を跳ねてる、暮らしてるのよね。面白いですわ。魚って普通水があるとこいなかったっけ。そうだと思います。あー、ウェーブに持っていけなかった。あ、まあ、オッケー。戦闘 BGM 変わるのはほんといいね。あ、すごい、ちゃんと乗った時の音が。え、君たちダメ。あら、違う。あー、普通のプクプクか。お猿さんがいるね。あれ、こんなところにボートがあるっす。そうだね。あー、かわいそうなボム兵さん。お水に浮かんでないのにボートなんて。なわけないですわ。そんなことも忘れてたの。お前ひどすぎるよ。いやいや、それぐらいわかるっす。教室ソース勘違いしない?ボートがあるってことは、ここは多分池っすよね。あー、そっか。だからつまり、この池、水がないんだね。水がないっす。ここ、お池なんだ。は、危ない。濡れちゃう。早く逃げないと。いやいや、だから水がないんですよ。あー、でも逆に水があればこのボートに乗れるっすね。そうだね。それならあの行き止まりを越えてテープを追っかけていけるっすよ。うん、お水ですか。私、つつ盛り上げられてるけど、お水の方はさっぱりですわ。ごめんなさい。僕はあの下が気になったんだけど。まあ、行くしかない感じだね。そこ何か入ってる。川下りツアーをやりに来ただけのに缶の中に缶詰にされましたと。まあつまらんやつだったよね。綱好きですと。お猿さん、わあ珍しい動物、お猿さんです。あ、逃げた。恥ずかしがり屋さんね。一年分ありますわ。あ、ラベル、夏、夏綱だろ。あ、一応叩けるんだ。へえ。ああ、一応、触れるんだ。ことは触れるんだね。何かしら起こすとね。
おお、おいおいおい、待て待て待て、こっち一緒に覚えて作りましょうよ。仕方ねえな。おお、めっちゃ綺麗じゃん。ここすげえ絶景っすよ。ほら、あの建物とかいい感じ。水上神殿っていうらしい。おお、水上さんのところか。神殿か、すげえっすね。ふーん、水上神殿か。水上、水上。水上？水上様？マリオさん、水を司る水上様があそこにいるのかも。へえ、そんな水回りのプロがいるんすね。じゃあ、水上神殿の池の水が戻るよう、お祈りでもしに行きますか。そうだね、行こう行こう。水上神殿、重要文化財なんだね。おお、魔法陣がある。この魔法陣見た感じとっても水神様っぽいでさ、あードラゴンみたいな感じ。水竜だもんね、基本的に水っつったらね。水神様は竜とかが多いもんね。この魔法陣があれば本当に池の水どうにかできちゃうかも。さあ、水神神殿へ行くと、まあさすがに無理だよね、発動はね。あー、お宝があるね。絶対いけるでしょ。いけたね。さあ、落ち葉の塊。そうね、さっきはチリンチリンってなるんだけどさ、どこだろうって感じなんだよね。う？わあ、黄色い奥さでいっぱい、きれい。ゴム兵さん、奥さで見えなくなっちゃうから、はぐれないように気をつけて。それでこれがいるわけか。どうやって見つけたんですか？確かにね。お、落ちた。で、君がいると。あ、引っ張るだね。すまん。叩き癖が。お？マックスハートプラスゴー。あ、じゃあ、20ってよっぽどなんだね。さあ、全開。あ。なるだろうなーと思ってたけど。まさかそんな完璧に潰せるとは。さて、いたね。なんか引っかかるんだよね。諦めるには早いぞ。いやー、めっちゃ追っかけてきてる。あとは、ここ。よし、いたー。こんなもんかなぁ。もういないかなぁ。いない？もうキノピオさんいない？結構探し回るの大変なんだからね。よし、解除。あ、抜けれた。調べよう。とっても小さくて可愛いお家ですわ。偉大なる水神様にお供え物を差し上げましょう。あ、綱なんだ。綱が大好物なんだね。さあ、フラワーゲッチュー。さあ、進んでいくよ。さあ、抜けた。はぁ、黄色い草もなんとか無事に抜けられましたわ。懐の中まで葉っぱが入ってきてもぞもぞしちゃいました。わあ、水神様の神殿も近づいてきましたわ。このままあと一息頑張っていきましょうね。ボム兵さんも頑張りましょう。
いないし。ですよねー。あ、ボムヘイさんたら張り切ってまた先行ってるのかも。私たちは足の速いところ見せたいなんて、ちょっと可愛いですわね。嘘つけ。明らかに、迷ってるだろ。そうか、まあ、先行こっかね。危険、飛び降り厳禁。飛び降り厳禁。そんなこと言われたらさ、ジャンプ危ない。落っこちたら大変です。ダメ？そうか。ダメか。してくださいと言わんばかりな感じがしたけど。開けれない。あ、テープが貼ってある。さ。いっぱいばらまいて。呼ぶ。イガグリダニ。へえ。お、落ちてきたね。ありがとうございます。襲われた時のススキーノズ大草原じゃなくてよかったです。あんなところに放り込まれたらいくらマリオさんでも簡単には見つけられないでしょうと。まあ、ほんとセンサーがなかったら無理だね。時代はセンサーやからね。さあ、ボムヘイ君がいなくなってだが、まあ大丈夫でしょう。おお、ロープウェイのゴンドラ。いやー、音楽いいねー、ほんとねー。ほいほいほい。さあ、まあまあ330コインだね。何やろ。さあ、お金をちゃんとゲットしながら。ぶねー。そうね、紙袋が落ちるときあるんだね。さあ、キノコ型。おお、センサーだ。まあちょっと休憩。あー、綺麗だね。もみじってどうしてこんなに赤いのかしら。恥ずかしいのかな。そんなわけないか。秋だし私の方が恥ずかしいですわ。綺麗に顔赤くなってたね。いや、いい景色。さあ、これでどう突っ込んだらいいかな。センサー研究所ね。じゃあ、引っ張りましょう。かわいそうやな。ふう、苦しかった。やっと紙詰まりが解消できました。ここはセンサー研究所のもみじ山出張所です。センサー研究所は日々冒険に役立つマシンを研究しているんです。マリオさんの冒険に役立つかも、役立つマシンがあるかもしれません。ぜひお立ち寄りください。さあ、あ、簡単なんだ。この機械をご利用してください。この機械を使えば、出張所とセンサー研究所、一瞬で移動することができます。へぇー。ちょっと試してみよう。え？え？ファックスします。ははは。嘘でしょ。一回500コイン。まあ使っとくか。お金あるしね。充電入りまーす。充電完了でーす。いきまーす。ファックスだね。いやー、この発想すげー。いや、これはすごいわ。この発想は。あ、てか一回話しとけばよかったかな。まあまあ、そんなすぐすぐは、新しい機械出ないでしょう。いや、あの発想すげえなぁ。やばいね。さすが任天堂さん。
スルーして、水上神殿。水上神殿には水を司る神様が祀られています。ということで、ちょっと一回スルーさせて。降りれるね。ちょっとアイテムとかだけ手に入れておきますか。取れるものは取っておきたいからね。おお、危ない危ない危ない。さあ、何が出るかな？紙ペラ袋。すごいシルバーだったね。あ、やっぱ出てきた。さあ、バッテリー使うアイテムで Y を使うとオンとオフ切り替えやすくて便利です。便利ね。お？お？どこ行く？おお、すごいすごいすごい。めっちゃ飛んできた。叩く。速攻で叩く。ああ、ジャイロ操作。いや、スプラで鍛えてるからね、そのあたりはね。そう、降りてきた。ほう。はい。ああ、やっぱそういう風になってたんだね。あれ、マリオさん、ついつい逃げてしまいました。私結構壁登るの上手くないです。登りすぎ。うまく登れないや。そりゃあね。で、降りてこれると。じゃあ、さっきの場所まで戻っていきましょう。はい、ということで戻ってきました。まあ、結果的に特になんもなくっていう感じかな。じゃあ向こう側のキノピオとかも助けはしたんで。まあ今回はここまでかな。次回は水神、水神様だね。を倒す感じになるのかな。まあ水神様のところをやっていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。